はい、おはようございます。今日は、ジャパンカップセミファイナルの、1日目プランに向かってます。大和へ向かってます。はい、やっとねこの日が来たっていう感じで、1年間すごい長かったです。はい、去年はねちょっと 1g で全国行けずに、すごい悔しい思いしたんで、今年はねもうぶっちぎりで勝とうと思って、随分と準備をしてきました。バッチリです。もう一日ね、これ雨が降った後のちょっと状況を見たかったんで、前の日、金曜日にちょっとプラして、状況を見たいと思います。はい、多分ね水潮でちょっと上潮が滑って、多分グレの活性もね下がってると思うんで、そこからどういう風に、釣りを組み立てていくか、その辺がテストできればいいんじゃないかなと思ってます。はい、ですね、台風の影響もあってね、多分ちょっとまあ波も出て湾内でやるんじゃないかなとは思ってるんですけどね、小山の湾内、まあ、軍艦からつけてって、軍艦、ラクダ、井の花、豆腐、小山、離れ、小山離れの横で、チョボ、小山奥、小山奥奥、それで9カ所、国18人で、まあ、その辺で乗れへんとこがあったら、戸ヶ島の、離れ、戸ヶ島ちゃうわ、割れ亀の離れ、もしくは、割れ亀ロープで、尾崎の G とかね、尾崎のロープとか、その辺も使う可能性あるんじゃないかなと思ってます。ってことで今日はまあ様子見て割れ亀の方へ行こうかななんて思ってるんですけど、はい、ね、先にね森川さんが向かってて、ちょっとなんかね、名神今夜間通行止めで、ちょっと混んでるみたいなんでね、ちょっと、早めに行ってきました。はい、今から安定運転で行きたいと思います。今回も、やります。はい、おはようございます。今、釣ったグレにクエが飛びついてきてます。グレ、これ25ぐらいのグレなんですけど、クエ、あーもう出てくるか、やめて。朝やめてよ。朝どうやって釣るんですか。え？朝言わない。朝の釣り方はちょっと。もう YouTube だけやめて。言わないよ。うん、でも予選は通るよ。どこ乗るんですか。でっかいお腹の釣れるとこ。明日何キロ釣りますか。そうやな。明日何匹重量やったっけ。明日10匹でしょ。10匹5キロ。おお、ね、普通やん。5キロ、5キロやったらいけますね。ね、まあまあ普通に通ったらアップしてください。水拳酔っ払いです。めっちゃ酔っ払い、もうないよ。おない。はい、はい、おかわり。はい、アップ。森川さんが予選通ったらアップしましょうか。ですよね、通るってっていうね。通りますよ。キャップちゃうんけ。
ゴー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 ゴ